受験に向けて勉強しなきゃ、でもどうしていいかわからない。定期テストで点数取りたい、でも何すればいいかわからない。そんなあなたに届け応援の歌。受験も定期テストも単元決めよう、まずどこからやる、枠がなければ必ず買おう。苦手な科目は薄いものがおすすめ。一周目教科書解説とタイ見ながら写していこう。出資終わったらすぐテスト。一周目教科書だけにして解いてこう。理科社会は言葉だけじゃない、資料もチェック。最初からガチに解けなくていいんだ。答えや解説を使いながら考えてこう。受験に向けてやる気出さなきゃ、でも全然やる気出てこない。定期テストで点数取りたい、でもスマホから離れられない。そんなあなたに届け応援の歌。やる気出ないならまずは一問、苦手なところじゃない、やりやすいところからやるんだ。やる気が出てからやるんじゃない、やっているうちにやる気が出るんだ。細かい時間でテストをしよう、あやふやなままでもいい、間違えたところを中心に勉強だ。テストは3日繰り返そう。テスト範囲模試の帳票、前回のテスト、あなたを伸ばす鍵はその中に。受験に向けて一歩踏み出すんだ、悩んだらいつでも聞きにおいで。定期テストで点数取るんだ、まずは答え使ってワークやろう。頑張るあなたに届け応援の歌。昨日の自分より一歩進んで、明日の自分に会いに行こう。